にちは、鈴木亜美です。そして、はい、後藤真希です。はい、綺麗なお姉さんが来ました。綺麗なお姉さんが嬉しい。よろしくお願いします。今日はちょっとコラボということで、はい、2人でね、焼肉を食べながら、まあ、いろんな話ぶっちゃけちゃいますよもうここでしかぶっちゃけられないですよっていうね、まあ、過去のこととか懐かしいね。うん、なんかファンの子たちが当時思っていたことと照らし合わせて正解になるのかとか、私たちもそんな話よね、昔の話とかしてないもんね。こうやってこういう場でじっくり話すっていうこともなかなか機会がなかったんで、うんうん、だから私も初めて聞くこともあるしっていう感じ、うん、ね、近況はね、うん、なんかいろいろ知ってるけども、はい、いろいろお話ししていきたいと思います。はい、最後まで見てねじゃあまず乾杯しますかね。はい何十年か前の出会いに乾杯乾杯2人ともノンアルコールです。そうですよ、うん、私はリンゴジュース。あ、甘い、うん、なんか絞りたてなのかわかんないけど、いいですね、美味しい。まあ、今回はね、私はちょっとこう、臨場試会な感じでご飯を食べながら、うん、だけど、まきちゃんの方で、ね、はい、私の方のチャンネルで歌ってみたをね、一緒に撮らせてもらってるので、うん、よかったら皆さんチェックしてください。チェックしてください。すごい歌ってるよね。すごい歌ってる、歌ってとにかく歌ってみたっていう見ててさ、でもインスタとかもさ、YouTube とか見ててさこんなに次々と続けられるんだって思ってとにかく歌ってみたっていう企画30曲を投稿し続けて、うん、それでマキさん選んでるの？あれは私とスタッフのみんなで、うんうん、これやってみてみたいな。そうそうそう、いやなかなか30曲ってさ、レパートリーでもあんまりないよね。ない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 、歌ったことのない、聴いたことのない曲とかも紛れ込んでて、うん、だからねだって最近の歌がっつり歌ってるもんね。そう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 、いやすごいなと思って。チャレンジでした。チャレンジしてるなってえ、その中にビートギャザーはこうそう、あってドキッてしたあ、ビートギャザーが出てきたと歌えてもらって、しっかりしっかり見て、しっかりしっかり、うん、かわいい、大丈夫みたいな、もう完璧やと思う。ビートギャザーを歌ったのも、そのオーディションの、うん、私のモーニングスオーディション以来で、こういう振り付けもオーディションの時以来やってちなみにそのこの間私もツアーをやったんですけど、うんうんうん、そのツアーでも歌う時はこうやってやった。じゃあ振り付けをさ、まきちゃんがすごいしてくれてたの。いやだと言えばみたいな、うん、これを入れないと始まらないと思ってあの頃ね、あの頃ね、私でももうしてないのにそうもうシェイクしてないのにまきちゃんがしてくれてるとか思ってもう嬉しかったよ。でもそんなお話もね、うん、一緒にしながらちょっと焼肉も食べていきたい、うん、焼いていこうか。肉好きなんだよね。肉好き。まきちゃんがさ、よく食べるよっていう噂は聞いてて、そうしっかり食べる系だよね。パンとかもすごい好きなんだけど、ご飯と一緒にはあんま食べなかったりとか、うん、とにかくなんかこうおかずとかそういうものを大量に食べる。あ、それはわかる。もう焼肉の時はもう肉だよね。肉食べに来てんだからみたいな。そう、わかるわ。いただきますか。ありがとうございます。こちらが、うん、なんだよね、やっぱりなんが一番好きかもしれない。うまいね。でもさ、まっちゃんとさ、いただきますね、なんかライブをするとかさ、そんなことを考えても見なかったよ。朝やん歌会出身で、うん、見てる人からしたらリリースする曲で対決みたいな、うん、そう、あったよね。まき、うん、ちゃん入ってちょっとだんだんそれあれだよね、なんかフェイドアップ、ちょっと薄まってる。ちゃんとそうだよね。やっぱデビュー当時、本当に私のそのデビューの何曲かはなんかまあ番組でね、アサヤン出身っていうのもあったから、うん、番組でバトルってたけど、そのバトルしてるのを知らなくて、うん、その雰囲気普通に、うん、全く知らなくて入ってきたから、うん、え、モームスのさ、そのオーディションを受けたさ、うん、きっかけっていうかさ、その自分で応募して自分で、うん、
まあ受けたいと思って、うん、お姉ちゃんに履歴書、うん、書いてはもらったけど、うん、なんて初めて朝陽を見たのが、うん、その履歴書を書いた日だからあ、そうなの？じゃあ朝陽知らずに、知らない、たまたま学校で流行ってる噂を聞いて、たまたま見れる時間だったからつけて、うんうん、そしたら3期メンバー募集みたいになって、うんうん、え、書いて書いてみたいな、お姉ちゃんみたいなで書いてもらったから、その日初めて見てそのまま応募して、その前を一切ストーリー知らずに、うん、そのモーニング娘。のメンバーの名前もそんな知らずに、うん、そう、オーディション受けた。マキちゃんにしかできない話だよそうだったんだ、全然知らなかったんだ。全然知らなくて、あんまテレビっ子じゃなかった。見たとしてもアニメ。だって中学1年生だっけ。中2の夏休み、指定があって、その年に発売された曲で選んできてみたいな。あ、そうなんだ。っていうオーディションの、そう、それで、その年に発売されたのって、ビートギャザーが確か1999年の7月14日とかに発売されてて、ちょうど履歴書を送ったちょい前だったんですよ、その発売が、うん、で、どれか持ってきてって言われたら、最近めっちゃこれ私聴いてると思って、うん、この曲しかないっしょと思ってそれにしたっていう感じで、うん、だからその朝やんのそのモーニング娘。とあみちゃんのストーリーを知らないから何にも気にせずそれがね、すごいことなのよで、たまたまツアー中でさ、ホテルでさ、スタッフとかとご飯食べ終わって帰って、テレビつけて朝やんやってるから見ようって言って見てたらさ、ちょうどそのオーディションやってて、そしたらまきちゃんが出てきて、あ、もう超可愛いと思って、もう絶対この子だと思って見たら、見てくださったってさ、え、ちょっと待ってって言ったら、ちょっと待ってねいいのかなこれってすごいびっくりしたの。そうだから、後からそういう経緯とか、うん、物事を知ったりとかすると、うん、私がやってることがなんかちょっとちょいちょいおかしいなっていうのは結びつくすごい度胸がある子だなって私は思って、もうこの子超好きと思って、まきちゃん推しだったずっとだからテレビ局とかでたまたまこうすれ違ったりとか、うん、私はあ、あみちゃんだみたいな感じでなんだけど、でもそういう雰囲気はなんかちょっと良くないのかなっていうオーラをちょっと感じてて、その一瞬で他のね、他のちょっとメンバーとかね、そう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 感じて、あ、黙っとこうみたいな本当にね当時ってグループとかバンドがすごく多くって、とにかく一人っていうのがいなくって、浜崎あゆみちゃんと安室さん、安室ちゃんとかそのぐらいだったんだよ、ソロでいるっていうのが。 でもそんな喋れないから本当なんか結構寂しくて、そうまあ本当はね、仲良くしたくて喋りたいんだけど、なんかそんな空気がなかったから。あの頃の方が結構やっぱ、うん、アーティスト同士もアイドル同士もなんか喋っちゃいけない空気感があった。あって、特に大人たちの方がピリピリしてた。すごい大人たちはもうなんかバトルっていうか、うん、ライバルみたいな、絶対負けねみたいなそこすごかった気がするでね。オリコンすら存在知らなかったし私もね、なかったっていうか、なんかやっぱ女の子同士で同世代だから、まあ、ファッション気にしたりとか、今回どういう衣装なのかなっていう、うんうん、もうランキングは大人だけでやってって思った、うんうんうん、正直、うんうん、もう自分たちはやっぱ夢を追って歌手になって、今その中にいるから楽しみたいから、だからそう言ったら本人たちってそんなことを気にしてる場合じゃないっていうか、うん、あれなんだよね。結構なんか忙しかったのも、うんうん、まあ何位になったとかそういうのは後々こうもうちょっと大きくなって私は理解がついてきたけど、うんうん、1位を取ることに執着はしてなくて、うんうんうん、私の場合そうだよね。何で1位取りたいかって、多分一番1位取って嬉しいのがリレーとか徒競走とかそれぐらいのレベルの年だったからそうだよね、中学生だもん。そう、見た目は何だろう、ちょっと見た目はなんかああいう感じだったけど、ね、中身は全然まだ中学校2年生だったもん、めちゃくちゃ大人っ
っこよかったからね、一番落ち着いてたもんね。スーンってしてたよ私がよくね、あの生放送で最初になったりとかしてさ、スーンもうね、すごいなって思ったもんね。ちゃんとしなきゃなとか、まだそういうのもないっていうか、ね、そう、ちゃんとしなきゃいけないっていう感覚があんまないから、うん、スーンってしてたなんかそのテレビだろうが、そのテレビに映ってなかろうがみたいな雰囲気、うん、そのまんまみたいな。それがすごいね、良かった、かっこよかった、うん、私はすごい気になるのはさ、グループってさ、あの撮影するのもさ、順番とか、うん、その人数分の時間を取るわけでしょ、うん、私それはさ、本当に一人でよかったと思ったんだけど相当多分忙しいのに、その中人数もいると、その人数分の時間も取るって、うん、スタジオを丸々1個の建物貸し切って、うん、いろんなその取材の会社が入ってて、今度はこっち、誰々がこっちみたいな。そっかそっか、もうどんどん移っていくのね、次々次って言って、うん、そこがさ、謎だったんだよね、どうしてんだろうって思って。インタビューとかも、うん、ここの雑誌社はインタビューはこの3人、うん、なんかそういう風に振り分けて、振り分けてんのか、じゃあ全員が答えるんじゃなくて、うん、でこの人担当担当みたいな、うんうん、いや大変だよね、うん、本当に子供だからあれなんですけど、お弁当選び放題でしょああ、そう、ね、年功序列、うん、だから先輩メンバーが先に取らないと選べない。入ったばっかりだと一番下だから、うん、食べたくないおかずだったとしても、それしか残ってなかったらそれを食べなきゃいけないしみたいな。そっか、そう、切ないね。切ない。好きなもの食べれないもんね。食べ物すごいよね、差し入れとかね。そう、なんか歌って踊れるかっこいい歌手になりたいって子供の時に思ってて、うんうん、それを私はやれてるのかっていうのもあった。グループだとまあそうだもんね、うん、バランスもあるしね、うん、未だにやっぱ髪型とかも先輩と被ったら後輩が変えるみたいな、そういうのがあるっぽい。そうなんだ、うん、一緒ダメなんだ、うん、厳しい私多分3ヶ月でやめてたもん3ヶ月もではまだすごいかなと思うぐらい、うん、うん、考えられないなっていうか、多分待遇は全然違うと思う。どんどん増えたもんね、うん、今じゃね、なんか当たり前だけどね、いろんなね、グループがあって、当時はね、うん、途中からね、メンバーが入ってくるとかっていうのもさ、なかったもんね、なかったから、はい、私が入って半年後ぐらいにまた新しいメンバーが入ってる、うんうんうん、こっちもこっちで、え、入ったばっかりなのにみたいな、うん、そういう風に。その次が辻ちゃん、かぼちゃんだっけ。そう、そうだよね、辻ちゃん、かぼちゃんとか可愛かったよね、なんかキャピキャピしてたよね、うん、二人によくなんか手つないでなんか裏側歩いてるの見てた、かわいいって思って、双子みたいにね、なんかそっくりでさ、可愛かった。懐かしいね、まさか移籍した先が同じだから、ほうほうほうそっからだもんね、うん、なんかね、その前まではほぼほぼ喋ったことなくて、うん、はい、本当に番組の、うん、リハと本番でいるって感じだよね、大人がガーッ囲んでね、うん、いるから喋りもできないし、そういう感じだから、ね、多分世間が思ってるほど の, なんかそのライバル感みたいなのは、そう、全くこう意識できないまま目まぐるしく回ってるよね。だからインスタとかなんかコメントとか今こう見ると、え、仲悪かったんじゃないのみたいなそういうの見るけど、うん、え、そうなのみたいなみんなそう思ってたんだっていう方のが、誰と仲いい、誰と仲悪いみたいな、そういうなんかこうグループができるじゃないですか、仲いいグループ、仲悪いグループとか、なんかそこに属さない感じなイメージああ、私が、うんうん、友
同じ作っちゃいけないとか言われてたから、仲良くするのやめようみたいな感じだった。あるある、うん、でもなんか他のメンバーとか友達作ったりとかしてるのを見ると、えいいのみたいな芸能人同士で遊びに行くとか、うん、大変なことなんだよね当時はね。そう、絶対にそんなこともマネージャーついてくるもんね。アイドル同士が今じゃなんか普通にインスタでこう誰々と遊びましたみたいな感じでこう撮ってる写真とか見ても昔じゃありえないらしいね。怒られるもん、うん、ファンクラブのね、そういう会合とかそういうので自分の言葉が唯一残せるとかね、うん、そんなレベルだったから今の、ね、時代もう想像できないよね、うん、当時からしたらなかなか信じられない。今はすごいなんか和気あいあいしてて楽しそうだなって、うん、そうなんか自由だなって、そうそうそう、自由はあるし発言する場所があるってやっぱりそれはいいことだなと思うよね、うん、より近しいというかファンの人にも伝えられる。男の子のアイドルグループの番組とかに女の子のアイドルグループが出るなんて昔じゃ絶対こうなかったね、うん、一緒はダメってみたいなあったね、あったよ、あった。時代が変わったから変わる、ついていくの大変なの。インスタにやっと慣れたぐらいな。ようやく、もうでも子供の写真ばっか。自撮りとかもね、全然しないから。でもさ、まあ、まきちゃんはさ、つんくさんプロデュースな、私は心触って、うん、でも当時って多分プロデューサー重視っていうかさ、うん、プロデューサーによってその色が変わるみたいな時代だったじゃん。つんくさんはさ、どんな感じだった？まあ、でもなんかこだわりがすごい強い人なのかなっていうのもすごい感じる、うん、レコーディングの時は必ずつんくさん？モーニングの楽曲はほぼほぼつんくさん で、うん、でも私も3年しかいなかったから、モーニング娘。時代から割となんか早くつんくさんから離れたような。モーニングの当時入ったばっかりぐらいの時は、うん、レコーディングって結構大変なんだなっていうイメージは、つんくさんですごい細かいところのニュアンスとか語尾とかをこうしてとかああしてとかっていうのも、うん、その場でオーダーされてもまだそんなスキルがついてないから、みたいな戸惑っちゃうっていうのは結構こう細かい、うん、私全くこの方と会う機会もどんどん数えられるぐらいの回数で、うん、レコーディングしてもらったのは本当1曲、うん、2曲ぐらいかなっていう、うん、ここも逆に何もなくて怖いぐらい、うん、じゃあ歌とかも結構自由に自分流に、そう、歌い方とかないから。でもまあ私もやっぱそんなね、歌手としてそういう頑張ってそういうレッスンとかしたことがなかったから、仮歌の人の歌を聞いて、うんうん、なんとなく、うん、ちょっとずつ歌っていくみたいな、うんうんうん、で前もって曲もらわなかったからほとんど時間がなさすぎてなんかその場に入って歌った曲っていう覚えなかった、うんうん、だから忙しい人なんだなっていう、会うことがまずなかったから。私たちは仮歌がつんくさん、あ、そうなんだ。そう、つんくさんが仮歌を取って、それを、うん、キーの調整だけしてあって、うん、だからつんくさんの声がピーみたいになってるんだけどそうなんだ。そう、聞きたいもうだからそのまんまを歌うイメージで。そっかそっか、そうなんだ。たまにね、小室さんの時が、へぇー、だいたい歌詞が入ってないから、まあ、歌詞は後付けだから歌詞が入ってなくて、うん、これはみたいな、どこだみたいな、なかなかね、難しかった。そうなんだ、うん、面白い面白い、貴重な、逆に言ったら貴重なデモっていう感じ。確かに初めて自分のジャケット、もうまきちゃんはあれか、ラブマシーンのジャケット、当時表参道の
交差点交番があった交差点に、うん、ダンダンダンってああでっかくそのラブマの顔そう顔だよね焼きがあなんか覚えてるって並んでて、うん、デビューしてちょっと電車乗ってて、うん、それでそれがもう目に入ってあーなんかすごいんだなって思ったそう思ってたオーディションに受かってでも衣装合わせがすぐ始まって、うん、で2日後にもう CD のジャケットとカレンダー撮影みたいなすごい早かったすごい早かったもうデビューしたのもだってオーディション受かって1ヶ月ぐらいで CD がもうリリースされてその当時メンバーが回ってたツアーに参加するみたいなもうツアーしてたのか全部覚えるのじゃないえへへ恐ろしいできないあれ曲全部4日間ぐらいで13、4曲を覚えて歌とダンスとフォーメーション覚えるみたいな試練があっていや一番ハードだねしかもすごい怒られるからかわいそうもうすごいそれちょっと考えただけで恐怖そうできてないの分かってるとかって言われても分からないからステージ上がる前がすごい怖くなっちゃって不安すぎてステージに上がる前、うん、SE が流れてる最中に大号泣して、うん、マキちゃんでもそんなことがあったのもうプレッシャーで、うん、あーかわいい大号泣みたいななんとか本番間違えずにできたみたいでその後にまた楽屋で振り付けの先生ができてたっていう風に言ってくれてまた号泣するみたいなあーよく頑張ったすごいいやそれはね怖かったしんどいよねすごい頑張ったねすごい頑張ったすごい頑張った本当にすごいスタートね私はねジャケットまだこう縦長の時で1枚目はデビュー曲だけが1枚目でなあすっごいむくんでんなと思ったなんだこれむくんでんなみたいな何かしらだと思って絶対走ってむくみ取ったりしてたんだけど、うん、仕事がほら始まってからさ走ったりできないからさ、うん、横浜の写真ですっごいむくんでて、うん、なんじゃこりゃって思ってそれがさ街にさドーンって出てるの見て、うん、そのたびにさもうああみたいなむくんでるよみたいな見ないでとか思ったよ若い時ってめちゃくちゃむくむからさ、うん、なんか仕事してる時間も長いからねそうだよね寝る時間がほとんどねやっと帰ってお風呂入ってねちょっと休むぐらいがもう精一杯だもんねでもその頃があったからさ言ったら今があるじゃん確かにでも本当その頃から考えたら今があるとその時は思ってないから、うん、思ってないよね、うん、それがまだ今未だに続いてると思うと奇跡的なっていうか、うん、なんだかんだこういい道をたどってきて今ここにいるみたいなそうだよねその時その時選択してたことが、うん、意外と大丈夫だったみたいなうんうんそれはあるね後悔はないっていうかさ当時はだってもう覚悟したら、ねうん、結婚なんかできないって思ったし、うん、想像つかないよね今がねでも今ね、昔の自分にこれを教えちゃうと油断するんだろうなと思ったらまあ、ね、ないけど本当になんかありがたいなって思う、ね、20代とかなんかすごい 何と戦ったんだろうっていうそんな衣装着たくないとかあったあったいっぱいあったしなんかね、反抗期みたいなあったそうかわいいもんだよね20代の頃の自分なんてあんななんかバタバタしてたけどみんな敵なんだよ思ってたけど、うん、今の若いアイドルの子たちとか見てても分かるいろいろ思ってることあるんだろうなって思うけど、うん、まあなんとか頑張ってくれって、ね、続けてればやりたいことをそのうちできるからって、うん、続けることだよねなんか、ねうん、やめちゃったらここで全て終わりだもんね、うん、やっててよかったなと思って最近のインスタのコメントとか、うん、ツイッターのコメントを見てる限り、うん、12月にやるそのイベントで、うん、
アミちゃんの DJ で私が歌ったら最高みたいに書いてる人が結構ちらほらいたんだけど、本当前にやってるんですよ。やったんだよ、もう過ぎちゃったの、10年前ぐらい。そう一回通過してますから。そう、一回そこやってるの、やってますよ。だけどもうほらね、DJ とかっていう年じゃないじゃん。なんか、お母さんしっかりせってなるね、言われちゃうからさ。DJ もね、もうやってないんですけどね。まあ、でも12月のソロライブは、またそれとはまた違うライブだね。違うね。本当のライブだもんね。私はだから、アミちゃん の, その好きな曲がたくさんセットリストにあるから、それが楽しみ。やめて、やめて、やめて、それが一番プレッシャーだから。これ聞いてたみたいな。めっちゃプレッシャーだわ。めっちゃ聞いてたみたいな曲がいっぱいあるのか。ちゃんとしなきゃ。多分みんなも、本当になんか、これ聴きたかったって曲があると思うから。確かに。ね、だから彼氏彼女がいる人で、なんでクリスマスなんだよって思ってる方もしかしたらいるかもしれないけど、逆にクリスマスに彼氏彼女で来たら、そのクリスマスの年忘れられない記念になるじゃないってこっちは思ってるんで、来てもらえるように頑張ります。そう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 、頑張ります。ねえ、だから一緒に過ごしたいです。そういうライブハウスとかじゃないから、そうそう、ね、落ち着いて見れる。親世代だったら、もうね、でもお子さんいらっしゃる方多いと思うから、もしかしたらね、家族で来てもらって、お父さんとお母さん、そう、俺たち見てたんだよってさ、ね、みんなで楽しんでほしい。12月25日はもうその日限りで、はい、あの配信とかもないので、いい一日になるように頑張ろうね。そう、とにかく楽しみたい。ね、チケットまだ発売中なので、よかったら、はい、させてみてください。それとね、はい、まきちゃんのチャンネルで、一緒に歌ってみた、やってます。なんかちゃっかり入っちゃった、私なんかちゃっかり来ちゃったみたいな感じになってますけど、でも曲も結構、当時多分お互い聴いてたであろう曲だったりとか、その時代のね、曲です。歌ってるので、よかったら聞いてください。うん、まあちょっと私のことするしていいから、大丈夫。全然ね、するしていいけど。マキちゃんを見たりして、かわいい、かわいいマキちゃんを見て。はい、そんな感じで、はい、今日はね、ゆっくりといろんなぶっちゃけトークなのか、ね、ちょっと満足していただけたかどうかは分かりませんけども、もしよろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録の方、よろしくお願いします。それじゃあ、マキちゃん。